Oh yeah, I roll up to the party with the handle of Bacardi, and I pass it off to all of my friends. どうも、はじめまして、サクランボイと申します。よろしくお願いします。私ですね、こう見えても皆さんと同じこちらですね、駒ヶ根工業高校を卒業した、今ですね、東京を拠点にお笑い芸人の活動をさせていただいております、たくあんボーイと申しますね。よろしくお願いします。こう見えて私ですね、元 JR 東海豊橋駅で駅員をやっておりました。皆さん、豊橋駅ってご存知ですか？終点の方ね。あ、そうです、終点の方ね。稲福岡から6時間ぐらいですね、各駅停車行きます。6時間ぐらいは豊橋駅という駅で駅員をやっておりまして、今日はですね、そこでお世話になった先輩方をご紹介していきたいなと思っております。大丈夫ですかね、葉っぱに切りましたけども。で、早速ですが、ご紹介させていただきたいと思います。はじめにですね、こちらでございます。還暦間近のアナウンス、トガリツトム59歳ですね。還暦間近のトガリさんのアナウンスをお聞きください。まずトガリさんが新入社員時代のアナウンス聞いてください。まもなく快速名古屋行き、名古屋行き到着でございます。黄色線の内側にお下がりください。うゆうしいですね。続いて勤続20年目ですね、お聞きください。快速名古屋行き、名古屋行き到着です。黄色線の内側にお下がりください。だんだん慣れてきましたね。それでは、勤続、40年ですね、還暦間近の柳田さんの現在どうなっているんでしょうか、お聞きください。プテルグテグテグテグトガリさんは最近前歯が2本しかないため、主食が善意になってしまったそうです。さあ、続きまして、皆さん大丈夫ですか、乗り遅れてませんか。続きましてこちら、具体的すぎてもはや偏見に近いアナウンス、柳田義一58歳ですね、お聞きください。具体的すぎてもはや偏見に近いアナウンスです、どうぞ。ブレード、黄色線の内側下がってください。はい、金髪ショートカットの女性のお客様下がってください。はい、11号料金、金髪ショートカットレザージャケットを着たお客様下がってください。はい、11号料金、金髪ショートカットレザージャケットを着た少し気の強そうな女性のお客様下がってください。安全よし。柳田さんは孫に新幹線こだま号のプラレールをプレゼントしましたが、トーマスがいいと返されたそうです。続きましてこちらでございます。豊橋駅のウィキペディア、安江雄太郎42歳。豊橋駅のウィキペディアと呼ばれた男、安江雄太郎42歳、お聞きください。はい、どうされました。はいはい、あ、ドクターイエローですか。ドクターイエローですね、13時10分の入線になりますね。はい、お願いします。はい、どうされました。美味しいご飯屋さんですか。ご飯屋さん西口出ていただきますと、瀬川っていうカレーうどん屋さんあるので行ってみてください。はい、ポケモン GO のスポットですか。4番線の奥になりますね。今の時間ですとニャースが大量発生しています。安江さんは最近103歳のおばあちゃんに IC カードをプレゼントしましたが、次の日靴べらに使われていたそうです。続きましてこちら、女子高生に優しく、サラリーマンには厳しい川村俊光41歳ですね。まずはじめに女子高生への対応をお聞きください。はい、どうされました。はい、あ、切符なくしちゃったんですか。どこからですか。あ、稲福岡から。ですとですね、400円になりますね。申し訳ないですね。あ、ちょうどいただきます。あ、お姉ちゃん、お釣り400円です。次から気をつけてね。続きましてサラリーマンへの対応。はい、どうされました。はい、あ、切符なくしちゃったんですか。どっからですか。稲福岡から。あ、ですと400円になりますね。あ、お客様、払っていただけないとここ出すことできないので、もう一度払っていただいてもいいですか。あ、申し訳ないですが、他のお客様払っていただいてますので。はい、あ、お客様待ってください。他の方も払ってますので、申し訳ないです。お客様お待ちください。申し訳ないですけど払っていただけないと困ります。いいですか。すいません、お願いしますね。ではですね、お客様も着せる扱いになるので3倍打ちいただきまして1200円ですね。川村さんは、最近緊急停車しておりました。お待ちください。ちょっとダイヤ確認させていただきますね。そうです、川村さん最近ですね、逃げるが恥だが役に立つにハマっているそうです。続きましてこちらですね、LINE スタンプのような発射合図、服部雄太28歳ですね。LINE スタンプのような発射合図、お聞きください。あの、同じ最終列車発車いたします。ご乗車のお客様いませんか。大丈夫ですか。おらい。
服部さんは元カノに作ってもらったピーマンの肉詰めの味が忘れられないそうです。どうもありがとうございました。